国の演劇ファンの皆さん、こんばんは。フリースタイル演劇トークサロンユースト番組空飛ぶ感激部のお時間です。今日もここ感激三昧日本橋店から生中継でお送りします。ガッチガチに読んでましたね。覚える気ゼロゼロですけど、というわけでですね、今日も始まりました、はい、空飛ぶ感激部のお時間でございます。どうも、学会ナンバー2の立花祐介です。よろしくお願いします。学会ナンバー003の竹野豚会記です。今日はですね、001の泉さんがちょっと会社の出張で、あら、会社員だったんですね。会社員だった。皆さんご存知ですか。結構有名な話なんですけど、課長という役職にもついていらっしゃる方なので、うわー、いろいろ悪いことしてのし上がっていこうとしてるんですね。そうですね、もう36にして課長ですから、なかなか敏腕やと思うんですけれども、ちょっとね、出張でお休みということで、今日は感激部は2人で、はい、お送りしようかと思っておりますけれども、どうですか、この1ヶ月何かありました。なんか一緒にどっか行きましたね。この韓国食べました ね韓国料理行きました。犬鍋食ってきたんですよ。犬鍋食ってきたんですよ。犬あげてたな。犬ツイッターに。そう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 、すごかったですね、犬ね。え、それどこに、韓国ですか。いや違う、え、そんなリッチじゃないですか。ちょっと犬鍋食いに行こうぜ。今里、地毛的なやつですよ。でもうね、匂いも結構臭みがあって、あ、そうなん、残ってまして、うわっとなるんですけど、最初でも食べたら食べてほしいですよね。すごいですね。何に近いの。肉質。これね、竹野さんが上手にやった。羊と鶏を合わせたよ。へー、そうなんですよ。コラーゲン的なちょっとプルプル感もありつつ、その羊肉みたいな、ちょっと歯ごたえも残ってるみたいなね、ちょっと不思議な食感で、めっちゃプリプリしてますね。美味しかった。なんか立花君のフェイスブックに、あの怒りマークのあれがついてたけどね。今いいね、なんかいじれるやん。あ、多分犬好きな人やろ。なるほどね。多分怒り、怒りって買ってらっしゃるのか。もうそれはですね、やっぱりあの人それぞれ価値観違いますから。やっぱね、言ってましたもんね、あの牛育ててる人はやっぱ牛肉食べれない。酪農家の方はやっぱそうですよ。だから僕なんかもう犬には何の思い入れもないですもう、ね、いやでもね、この発言にまた怒りまくる。入ってくるかもしれない。本当、そういう、こういうことで炎上するんでしょうね、人ってね。なので、これが高視聴率やったらもう。もうないない。あいつはなんだ。なんだ、あいつはなんだ。愛犬家を的にさ、なんとなく評価みたいな。愛語なんだ。そう。いや、だってその文化ですから。ね、文化ですからって言う。でも、口だごには、口だごには申し訳ない。言うんです。最近でもね、僕あのね、フライデーのたけしさんのね、あの会見のやつね、なんかしらけど、たまたま動画で見てたら面白い、かっこいいですね。まあ、ね、ちゃんと謝ってるけど、自分の主張もちゃんと曲げずに言うっていうね、あの、いやかっこよかった。そんな感じで僕は行きたいと思います。さあ、今日は何の枕に。やっぱりね、美味しかったらパクパク食べてしまうじゃないですか。広州生にすごいな。そうだから、世の中のそのやっぱり本雑誌とかね、うん、あのよく売れるっていうのはね、グルメとダイエットなんですよ。ね、なるほどね。で、今回、うん、そういうところにあやかって、痩せる演劇っていうのはできないもんなのかと。痩せる演劇、ここの劇団を見れば痩せるよっていうね、オフレが、オフレコじゃない、オフレコじゃない、大体的に飛ばしてほしいけど、あの全然ゲストの、紹介まだしてないですけど、ずっとね、ずっとちょっとだから帽子が2人帽子が2人喋ってんの。もうぶこれうまいこと今からゲストの紹介に入ってる。よく喋るネタみたいな。痩せるっていう噂が出たら、こうみんなガンガン見に行くんじゃないかと。動員が伸びる、ね、いやもうきっかけになるかもしれないですか、痩せる演劇って。あそこの演劇見たら痩せるよってなったら、こうぷわお客さんが来てね、いいコピー、いいコピーで、こう発展につながるかもしれないということで、ね、
痩せる演劇、まあ、個人差がありますので下に入れてくださいCM 流れ始めましたけどねユーストリーム、というわけでですね、そんな、痩せる演劇を一緒に考えていただこうということですね、強制的に学会になっていただいた今回の3人を、ご紹介やっとご紹介したいと思います。楽しいトーク今日繰り広げていただきます。イカスケ、アーティストユニットイカスケの青木道弘さんです。お願いします。お願いします。そして、上田大子さんです。はい、よろしくお願いします。そして滋賀からはるばる中島久美子さんです。はい、また。というわけでですね、そうですね、本当は、あれなんですよね、ゆねまりさんって言ってた告知ちょっとしてたんですけど、あ、告知もゆねまりって出てたんですか、告知してた、してたんですけど、病気にかかりました、ご病気というか、ね、ご病気というか、はい、重い重い体調不良ですね、体調不良でね、そういえばいいですね、そうそう、ちょっと無理になっちゃったんで、代理ヒッターとして、代理ヒッター、一番仲良しの一番中島さんの友達、唯一の友達私が来ていただきました。というわけでですね、やっぱり演劇、はい、今日ね、いや考えてもらおうかな、どうしたら そもそも痩せる演劇として、世間に触れ回れるのかみたいなところを、ね、そうだよね、考えたいんですよ、その前にちょっと確認しておきたいんですけど、はい、確実に今回捨て企画ですよね。捨て企画ではないですよ。捨て企画ではないな、むしろ未来しか広がってないなんか動員が伸びるんですか、これだって本番もうだってこれやったからにはでもなんかさ決まったらもうやらなあかん、やってもらわもうパやってもらわない、権利を僕はだから売ります、売る方だ、売る方やったら入るでー言うて、でもねぶっちゃけなんか演劇の俺とか外部から来てるからなんか演劇って演劇そうか、もともとお笑いお笑いから、あ、まあ、お笑いとか、まあ、演劇にかけらかかわらずなんか、はいはい、演劇のお客さんを痩せさせるって結構難しいと思う、っていうのはだってさ、飲食禁止、ああはい、2時間飲食禁止、いやいや、まあまあまあ飲食禁止で2時間、扉閉められる、なんやったら非常灯まで消える、軟禁やね、軟禁状態を心待ちにしてみんな来てくださんねん、そうですね、なかなかのね、何かすごい今それすごいこれすごいな、差し入れをいただきまして、青木さん喋ってるとこやから大丈夫大丈夫、今もう大丈夫、今からダイエットや言うてるのに偉いなんか、すごい、ありがとうございます、ちょっとお客様からお差し入れをいただきます、今日来てよかった、すごいもうだってこれめっちゃいいやつですよ、いやこれを食べながら痩せる痩せる話が聞いてくるハゲが育毛剤について語るんですよ、いやまだ育毛剤やったらいいですね、髪型ですね、完全にまあでもあれじゃないですか、やっぱりリアル演劇じゃない、もうそうなった、まずは痩せる話を、俺実はイカスケで、もう今更頑張ってもみんなに追いつかへんから、正候補やったらなんか考えようぜって言った時期があってそれを考えてたのは、まず、受付が意識霊気の改札出た時に、まずもそのお客さんには意識霊気に来てもらう、はいはい、ほんで意識霊気、目の前にはくらがり峠っていう小前山につながる、はい、で、その要はもうだからそのお客さんも込みの、うんうん、だから役者例えば20人ぐらいと、はい、お客さん40人ぐらい、はい、60人の、はい、言ってしまったらそのハイキング的なお芝居を作っちゃう、アトラクション系みたいなことですか、うん、そう、でも、まあ、アトラクションとかそのままもうだから60人が一つの、うん、要はそのなんかそのハイキングのメンバーとして参加する中で、うん、だから20人でちゃんともうキャラドラマが、うん、キャラも決めといて、はい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 、関係性も決めといて、なるほどなるほど、でまあ中腹ぐらいでよくわからんけどちょっとファンタジックになんかあの現地人たちが現地人やってやーっつってそうそう、で途中からだから例えばなんかそのなんかこうちなんか別の用事でこう消えていくからお客さんを選択できんねん、この本体についていってもいいし、こっち行ってもいいしみたいな、で最終この生駒山の頂上の、まあ、これごめんな、俺が奈良県民やから市議さんで、まあ、最後一つのストーリーになるっていう、なるほどね、お客さん参加でも何回か見ないと全部分からへん、ただ役者が大変暗がり峠何回も
2回公演とかやったらもうねそう、イカスケはでも1日2回はやろうぜって言っていやでもこれ20人ぐらい集められたら本気でやりたい。いや、できると思います。いや、できると思いますじゃなくて、やりましょうにならなあかんじゃん、それ。え僕は出ますけど。あ、マジで？あ、じゃあもう書くよ。言うてもらったら。言うてもらったら。企画にかかるのに全然ないよ。やりましょう、やりましょう。でも僕、それね、それこそ、ちんちん電車変えて、はいはいはい、うちの僕が劇団所属してた時にやったことあるんですよ。それこそお客さん、そのちんちん電車の、お客さんとして役者が最初からスタンバっててストップしてるんですけど、でお客さんがガーって入っていって、でそのちんちん電車の乗ってるお客さんとして話が始まっていくみたいな、でそのちんちん電車の中でストーリーが繰り広げられるみたいなことはやったそれと全く一緒だよね。うん、ただまあその、まあ、いろいろピクニックやから、うん、基本すっごい急勾配やねんか、それを、まあ、2時間かけてみんなで歩くから、まあ、必然的にリハとかたぶんもう一番痩せんねん。めっちゃ楽しい。いや一番痩せんの役者やけど。そうですね。でもゲネとかも公開しようかなと思うからゲネ公開するんですね。ちょっと途中で向こう行ってもいいですか。そう、全然いいし、お客さんがそのままその芝居だから最初に受付でちゃんときちっと、うん、通っておいて、ちゃんとあれだけつけて、でもスタッフめっちゃいると思うね、その万が一そうです、ね、お客さんが何かあったら、ちゃくちゃいますね、こことこの位置にはちゃんと車が止めといて、いつでもっていう状態せなあかんって考えてて、イカスケだけじゃ不可能だと思って、手間がすごいかかる。予算と予算はでもそんなかからんじゃん。いや山でそういうこと勝手にしていいんですかね。そこは大人に聞いた方がいい。多分あかんと思う。でも逆に言ったら、え、じゃあ暗がり峠をハイキングしたらあかんのかってことになってくる。いや、ハイキングはいいんですけど。そのでもだって完全にその現地人はスタンバってるわけでしょ。暗がり峠の途中で。その人は。だから、ちょっとすいません、あなた何してるんですかって言われた時に一般のハイキング客とかにびっくりされる。いやでもそれはもうだからコスプレ今ここでっていうしかもうないよね、もはや。いや、ほんまはね、もっとメジャーな、そのイベントがもっとメジャーになってきたら、ね、難波駅集合にして、駅にあえて、電車にあえてトラブルを起こしてもらって、そっからもう事件が始まる。うわー、大掛かりやな。難波駅を、地下鉄？近鉄線。近鉄線まで、近鉄まで。ね、大阪市営は無理やと思う。あの近鉄線車ならなんとかなる。なんでその行政と喧嘩姿勢、なんで協力姿勢から入らないんですか。いやでもこれ言ったら、寺山修司さんと乗り的には近いですよね。あ、そうそうそう、ハプニング演劇的な。でもあれですね、それでだから痩せるとちょっとあれですけど、うん、でも痩せる演劇、まあ、痩せますね、痩せる、運動しますからね、必然に。だからスポーツジムとかで演劇さないんですよ。あ、ランニングマシーンで走ってもらいながら見るみたいな。ああ、だから特設会場をそうそうそう、スタッフ並べて。これだからあれやで、もうお客さんがこのその来たくなる来たくならないちょっと別にしとかなきゃね。あ、そうですね。だってそもそもなんでスポーツジムで走りながら見なあかんねん。それ走るは走る、演劇は演劇にするわっていう、いうような斜めな意見をやめておこうな。だからそこはだからあれでしょ、必然性が必要なわけでしょ。さあ、確かにその走る必然性、うん、あ、走った距離によって芝居が進むんですよ。あ全員の距離全員で途中でみんな休憩入った僕ら、そうそう、フリーズ発電機みたいな感じ、時間延びる。でもそれはもうだってお客さんのあれやから、見たい気持ちで、そう、見たい気持ちで走る。それでマルチエンディングみたいなことしないじゃん、最終的に。その何分までにどんだけ走ったらここったどこ行くみたいな。難しい。今日のお客さん全然走るわ。全員死んだわみたいな。そういうことでしょ。だここは発電所だみたいな、ね、まだモルモットだみたいな、みたいな、なんか走れ、まあまあまあ、走らすとか、なんか世紀末でこうなんかここがぐるぐる回すみたいなやつですよね。なんかおい、あいつら住んでるぞみたいな。それもでもありかもしれない、ね、試みとしてありかもしれない、うん、ね、うんうん、楽しいかと。ただもう完全にあれ、開演が夜中の3時とかで、スポーツジム、あ、そうですね、ジム営業後、営業後にね。そうそう、だから水族館はやらしいね。あ、今水族館は夜の時間帯を
どう使おうかを探してるから。あ、そうなんですか。この前なんかリアル謎解きゲームかなんか、実写版みたいなのちょっと僕撮影できたんですけど、なんかね、公演みたいね、ほんまにそのリアル脱出ゲーム、はいはいはい、4回で何時から500人みたいな感じで、その4回や1回で、まあ、その1公演4回、例えばその京都水族館で、はいはい、でそんなのまあ毎月のようにこういろんな水族館でやってるんだけど、そこの会社は、でもそれでだって横浜スタジアムの横のええところに事務所がある、ね、あ、だから感覚俺らと一緒なわけよ、その、うん、要は公演打ちますっていうのと変わらん感じでやってて、まあ、そんなにね、変な話、見入りがいいという、なんか青木さんの話全部彼の匂いがしますよ、ね、彼の匂い一応プンプンさせてますよね。そうですね。否定はしないですけど、いやでもね、やっぱり、いや大切ですよ、やっぱり大事ですよ、お金ない、うちなんか赤字劇団ですから、うち入ってもらって休ますけどね。生活何人来るやろ、生活が何本番前とかみんなもう壊れへん、客員さんにご飯頼むけどお前らないかごめんなさい、そっかそっか、あ、じゃあ今食うてください、どれくらい、あの、いや、こっちが俺プレイヤー側が痩せる演劇やと思って今日来たから、お客さんに痩せてもらうっていう、プレイヤーみんな痩せるんですか、そうやったら世帯気流れみたいな、そうそう、みんな世帯今聞いて思ったんですけど、そもそものお客さんに演劇みたいに痩せたいというニーズあるんすかね。いや、それはだからやっぱり、そこがだからこう、既存客を、そうそう、既存のお客さんをやっぱり回してるだけじゃ、ね、僕らは先細っていくんで、やっぱり演劇を見たことない人、痩せたい人が演劇に行けば痩せるっていう、そうです、痩せたい、痩せたいニーズと演劇のこの円のこの被ったところを狙おうっていう、あれは逆にも帰って、帰ってから何も食えないぐらいのトラウマを与える演劇にしてるんです、すごい、その案出てるんです、いろいろね、泉さんとかね、いろいろ話をしてまして、めちゃくちゃ美味しいです、いただいてください、どうぞどうぞ、はい、その案ね、はい、各種類どこかで出たんです、はい、ざっくり、あのね、いろいろあってまし、あってね、あるんですよ、そのサウナで、あ、俺でも昔サウナで、え、俺も痩せようと思ってた時があってね、はい、その中学校の時に考えたの、これ全然痩せへんな思って、あ、サウナやな思って、うん、俺サウナで腕立てやったら13回ぐらいまで覚えてんだけど、そう、気づいたら、気づいたら絶対上やった、そうそうそう、絶対そうだ、それは分かってる、もうあの時の親父の顔が忘れられへんくなって、あのすっごい形相で俺を見てたから、どっちってやったんですか、サウナで、僕らはサウナの外でやるっていう、プレイヤーだから演劇する方はサウナの外でやって、うんうん、見る人だけサウナで、もうあれやろな、なんかの夏の普通まあ30分とかやな、サウナの時ゴフゴフショートショートにしましょう、そうだ、ね、で5分見てもらって10分休憩、休憩入れて、うん、そうだ、でまた5分見てもらって10分休憩っていうのを2時間やる、2時間一応2時間、1時間半しようかな、1時間半しましょうかね、っていう、あれはあっこやんちゃん何やったっけ、岩盤浴とかやったらいけんじゃん、あ、いけそうですね、サウナ結構しんどいので、寝転がって寝転がりながら見てもらうっていう、それいいですね、役者また倒れる可能性ある寝転がりながら、でこれはだから大江戸温泉とコラボしたら、あ、ミノでできますから、できますか、なんかプレゼン企画持っていてどうですか社長っつって、でもほんまにちょっと行ったらいいんちゃう、これだってせっかくここまでやってんねんからさ、ここまでここまでやってもらってんだ、ああ、ここまで、こういう、ここね、ここまでね、だってないよ、こういうの普通に、ありがとうございます、そうなんですよ、ちょっとでもプレゼンはね、ちょっとしてみたいね、もうちょっとね、考えなあかんね、うん、俺でもなんか、あれはどこに言うたらいいの、あの、暗がり峠はそれはでも C なんだ、 C でいいんですかね、山、まあ、なんか、その所有者誰のやろ、あれは誰かの山なんですかね、私有地なのか、国営地なのか、他にもとか調べて、しっかり調べて、しっかり調べて、やっていけばやっていけばね、いけるんじゃない、そういうの得意な子っておらんですかね、その関西小劇場って結局なんか企画ってみんな思いつくやん、自分らでやっちゃいますからね、でなんか穴が出てる、なんかどっかとやろうみたいなのないですもんね、なんかプロデューサー的な看板もいらっしゃらないかな、
それがいらっしゃったらね。俺の敏腕プロデューサーちゃんのここ。いや。僕はもう寝転がって手の届くところにしか手を出しませんから。役立てたらこれ暗がり峠あるんです。すいません。すいません。暗がり峠手届かないですよ。すいません申し訳ないです。なんかないんですか逆に。中島とかなんかだって、ね、女子やからリアルにやっぱ考えるやん。痩せることについてですか。うん、こうやって痩せましたとかないの。逆にそうそう。女子のニーズをまず引き出さなきゃ。ああなるほどね。女子のまず。基本的には何もせずに痩せたいんですよ。うん、じゃあ見たら痩せる方がいい、ね、そうそうそう熱いのとかも嫌やし動くのも嫌やし、うん、美味しいもの食べたいし、うんうん、じゃあ荒れちゃうか1個はじゃあ泉さんからね、うん、いただいて 20ほど泉さんからいただいて、うん、20も出てんねんな、すごい出しましたね泉さんお休みだからちょっとなんかくださいねって言ったら20いただいたんですけど、1個ねこれ何もしないで痩せるっていうパターンで、はい受付に体重計があり前回公演から痩せたキロ数 ×100 円の割引が受けられる。おなんかもう頭いいわ。なんか今までの俺らが恥ずかしい。でもこれはでもちょっとずるいけどな。見たらじゃないんで。しかもだってこいつはなんかほらなんか泉くんっぽいよね。泉くんっぽいでしょ。まあ、どうですかそれお客さんモルモって打てるよりかいいですよこれでもう空組の劇団さんやけど空組は毎週稽古場に体重計があるんでやっぱりあれやってそのみんなそこに向けてレコーディング的なやつですよレコーディング的なやつ、ね、だから数値化することによって意識的になるっていうやつでしょ劇団はだからお客さんの体重を全て管理してますからねっていうことあいつは何キロやって分かってますから記録もついてますからそれがいいかどうかです行きたくないあそうだから お客さんの名簿があって、うん、彼あの人は前回こうでしたもし太った場合じゃあたくさん出して払わなあかんのかみたいなことにもできますよ出してね見に行けへんやろ、うん、あそうですねいやでもねその人意志弱いからガンガン宣伝したら来ますよあのだからその他の公演で痩せるとかじゃなくてな、ね、あいつ言うたら来るんちゃうみたいな感じでリスト作っていって売るとお客さんに謎のカプセルをあの受付で12個渡して10分ごとにそれを飲んでたっていうこれでもあの思い込みサブリミナルそう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 、はいはいはい、痩せ薬です、ね、痩せ薬ですっていうのを言って、はい、あの演劇と実はこうなんですっていうこの演劇を見て10分後にまたこう、はいなんか出てみたいななんか変な映像ずっと流しておいてその雰囲気演劇ちゃうやん雰囲気だけでセミナーですやんいやもう意味のない映像セミナーっていうかもう詐欺ですよお前ただの詐欺演劇じゃないもう一回じゃあ他のやつやん見てるだけでいいやつ、ね、見てるだけでいいやつ炭水化物だけを取り続けた人間が病気になり死んでいくそのまま葬儀までを描いたオムニバス公演見た後にトラウマを残す来たトラウマ ね同じ感じいや俺もトラウマ与えるのはすごくねやっぱ効果ある、うん、あるんでしょうねきっとどうですかそうですねもうなんかすごいネガティブじゃないですかネガティブですねであとまあ、1回見てもう1回行きたいかって言ったら決してそうではないっていう、ね、そうなんだよな話題沸騰ならないですねやばいよっていうあそこやばい、まあ怖いの見たさであそうですね、うん、じゃあ客出しの時に毎回必ず太ったって聞かれる全キャストから1回ずつ一気に荒なったけど大丈夫これ最初の1個だけやったよ最初1回後の2個目ぐらいったらもうすごいな多分あいつもやっつけや後半大喜利ですよあの人大喜利上手ですか20個目だけ知れる20個目だけいっぱいありますよでもなんかあのカロリーを出すっていうのあるやんカラオケとかでもあれ結構なんか、うんうん、なんか頑張ろうっていう気持ちになるまた見に行こうっていう、いやあれはあるかもね、うん、そのってことはだから見た時に自分がどんだけ消費したかが分かれば、うん、そうそうそう見てこう集中して見たらそのこうまたこのもう得体の知れないこの腕時計みたいな百均で売ってるやつ渡しといてなんかの数字がじゃあそれで客席が全て空気椅子っていうのがあこれでも
俺は同じこと、俺泉君と似てるから。ちょっと考えした。俺ね、そう、空気質はどっかのタイミングで穴に言おうと思ってた。スポットに。トークスポットに。空気質とかってどうかな。あの最悪流れるように。でね。そう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 。あってなる。そうだ。っていうのとかもありますけれどもね。どうですか、ケーキ。いただきます。僕もちょっとケーキ、まあケーキをまあ。食べながらね、めっちゃ美味しい。ちょっといただいて。いや全然全然。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかでもどういう時に痩せ、自分が痩せようって思ったでしょうね、まず。そうですね。なるほど。それは、これはどう？あ、でもこれ別に大したことないな。言ってみましょう、言ってみましょう。スポットやこれ。スポットネタ。今ちょうど。だからもうどうやいうぐらいの、あの男前と、どうやいうぐらいのべっぴんさん、いやお客さんが惚れるぐらいのもうベタな超ベタなストーリーを、うん、俺あのソノシオン監督の映画を見た後、はいはい、ちょっとヒロインのこと好きになんねんか、はい、でこれアフターフォローが大事でその人から、うん、あのまあ何やったらいいからツイッターかなんかでメッセージで毎朝どう頑張って痩せてるみたいなのが送られてくるサービスまでつくと、あの俺もしあのソノシオンの映画見た後にあの子からほんまに直接来て、うん、うおーってなるもんだって頑張ろう痩せようとかなると思った俺やったらなる、うん、見ないとそのやつが来ない、うん、そう見たらちゃんと毎朝ちゃんとおはようみたいな来るみたいな売ってんのは俺とかに言うそうですね、そうなりますね、そうですね、そうですね、そうなりますいや、でも夫じゃねえいや、そうならんのよ、でも小劇場やからできることやと思う、うんうんうん、なるほどね、うん、お客さんのその量というか量感は、その手に届く範囲はい、まあ500人、まあ1000人ぐらいまで頑張ったらいけると思う、うんうん、でもそれ少し、でも惚れさすぐらいの惚れさすぐらいの芝居をする、うん、惚れさすようなストーリー展開になんかヒロインがちょっとこう情が移るような芝居をさせておいてみたいなずっと聖書読むとかでしょ惚れるそれで愛のむき出しあまあまあでも聖書の一節をもうノーカットでもまあまあまあでも愛のむき出しとかで見たとこじゃこれ好きになったからわかります、うん、僕でもモテ期見た方が満島ひかり好きになりましたああ。そこの別に満島ひかりのこと言ってるわけじゃないけどねそのシオンのテクニックを満島ひかり満島ひかりが好きですかわいいね、うん、大好きですけど、ね、大好きなんだねでも満島ひかりから毎朝ちょっとまあ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 そういうことでしょ、まあまあうん、でも満島ひかりから毎朝ちょっとメール来たら悪い気はしないですよね、うん、なんで上からやんの視聴者ですからそうだよね、ええ、消費者ですから上から言っちゃうだんだん痩せるから離れていくわけですよまあけど恋をすると痩せるっていうことですよねそうだ、恋してしかもいい感じになろうまあその毎朝ちゃんとあの痩せないとダメだよみたいなことしたらやっぱ頑張れるんちゃうかなみたいな、うん、でもまあいいでしょうどんぐらい続くんかなと思って1ヶ月ぐらいずっとやんのみたいなあ、まあ、そろそろもう熱も冷めてきたみたいな次の次回公演まで続くみたいなことでしょそこまでやったらでもあれかなしつこいかないや飽きてくん送る方も寒いよねもう空いてるよな違う人に乗り換わってるブロックされちゃうそうはいかないまあ可能性もありますし、ね、いいお客さんやったらもういいですよって返してめっちゃ良いですなありがとうございますもう結構ですなるかもしれませんなるほどねなんかあったなぁモテる演劇ちゃうわねモテる演劇ちゃうわねまあ、これ結構現実的かもしれないですね。公演1週間前のピースピットやファントマの稽古に参加できる体験型演劇。ピースピットやファントマってまあだから動き系、まあ、ファントマあれやろ。ファントマダメ出しで痩せるってことやろ。こっちの方そうです、ね、ストレスでゲソるってことですけど、ね。俺前回公演だって6キロ痩せたからね。この間2週間で、うん、あのー、東京のやつで全部100円でしょまあもちろんそうやけど100円ででも6キロ痩せるってもう尋常じゃないなかなかのプレッシャーですよ飯食われへんもうずっと
だからなんか夜に気が気じゃなくていやなんかもうご飯を食べる間もなかったけど忙しかったもうプラスやっぱ気が気じゃないやんその自分出へんから自分出てたらなんかやっぱちょっと気持ち楽ちょっと新しいことやってましたもんね結構あれと規模の大きい規模の大きいことをやらせてもらったからがもう食えんくて痩せてで一回八木さんが音響やったから、はいはい、で八木さんも音響ちゃんとできるかなってヤギさん大丈夫ヤギさん大丈夫ヤギさんとラーメン食いに行ったけど俺全然食われないんですよラーメン飯食ってないその日飯食ってないやばいやばかったもう完全にストレスストレスですね不健康で胃も落ちっちゃなって多分あれは痩せたよねそういう思いをさす逆にお客さんにどうやってしてもらうかを考えてるんですよ、ね、そういう思いいやだからもうもうどうしてもマイナスをお客さんに与えてしまえる気がするポジティブに痩せたいですねポジティブに痩せたいんじゃないですかねそうか頑張ろうみたいなほんともうロッテみたいなことじゃんロッテのあの試合みたいなことでずっとタオル持って回してああそれはみたいなこっちもだから参加型常にでもそれって演劇になってくるかどうか難しいけどまあミュージカル的なノリでやればうん、さっきまでハイキングする言うとありましたよ、ね、これねだから役者 もう混じった状態で普通に歩いてるときはこの普通のお客さん喋ってるんですよ、うん、突然何かが事件が起こったりとか、まあ、現住民が出てきたりとか分かってるフラッシュモブみたいなしますよ、ね、分かってるフラッシュモブこの人役者やって分かってるだからもう普通の会話でそう普通の会話してるけど急になんかああ妙に芝居が上がってるとかだったら面白いですよね、それね。あれ、今まで普通の会話だったら急に声大きだったみたいな。そうカラカラ声出てるみたいな。そうだね。でもなんか旅行とかのそのパック旅行とか行ってもなんか事件起こるやんなんか誰かがやれあのパスポート忘れたとかそういうのを多分見てる感覚の距離感で芝居を作ればいいと思う自分に実害のない見てるお客さん的には実害はないけどでももしかしたら実害が出てくる可能性もあるようにしとけば今なんかツイッターとかもあるしあのこのお客さんなんかしたけどどっか連れて行かれたみたいなあそんなも言うてもらっていいみたいないいみたいな写真も撮ってもらっていいそれネタバレになっちゃうんですよね明日来る人とか大体分かっちゃうでもそこに行き着くためにはなんかいろんなこのだから相当ネットもなかったよねそうすこのパターンでお客さんがここに入ってきたらこの人は連れて行かれるみたいな難しいもうすごいこういうもうすっごい緻密な緻密なもう枝分かれて台本というよりはゲームブックみたいなゲームブックみたいなだんだん攻略ボードが出てくるかもしれないこっちが大変こんだからお客さんをどう攻略するかみたいなそうかもしれない脱出ゲームって今その感じのことをやってありますよね今あそうそうですね、とりあえずそれのもう一個さらに2時間のちょっと2時間パック版とか、うんうんうん、長いやつをだ同じようなノリで考えてたのはそれって一つのパーティーでやってるけど、うん、今度お客さん見てんねんけどそのなんかこれもそのリアル演劇の中で考えたやつはその例えば、まあ、例えばやけど久美子がそのゆうすけにこうもういいわバカっていうセリフを吐きましたと、はい、とがきに海辺まで走るってなったらほんまに海辺まで走っていくっていうでお客さんの選択肢として中島久美子を追いかけるかその言われた立花ゆうすけの顔を見てから追いかけるかでもこっちはもう進んじゃうから、はい、走ってきながらみたいなそういうとがきを全部もうその外でそのままやってしまうっていうのは何か考えてたことある、ね、なるほどねお客さん動くか、はいはいはい、お客さんが動くのが一番いいかなまあまあそうですね、うん、ただその何にも下手したらあれですねちょっと僕好きあらばっかりついてしまうけどポッとボーッとしてるお客さん誰もおらんようになって一人もしない、まあ、お客さんだけが取り残される可能性もあれだからあれその場合はだから事前に時間とだからちょっとそういう時は一回止まって選択しだしましょういやいらんそれだから事前にお客さんに渡すのは、うん、当パンには、うん、大体の時間とどこどこ場所っていうのを渡しとく。だから後入りのお客さんもこの時間だったらあここから行けるんだ。海辺がもう行ってたの海辺にも行く。ことができる。なるほど。しかもあれする？一応
カメラだけ追っといて、あ、あのそのポツンと取り残されてても映像で見る。結局これが一番ええやん。スマホでな。ユースト放送してる。ほんまや。そうやな。うん、ユースト放送やればいい。できる。痩せない。次痩せない。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 赤赤赤赤。もう一個思ったのは、今あるあの360度カメラを使って。こう今あのあれで YouTube とこう連動してるやん、うんうん、こうやってこういう運動だけでももしかしたらいいかもしれない。お客さんにこのちょっとこうウエストがこういう感じでこういう感じ常にやってもらうっていう。もう今完全に痩せるっていうワードが邪魔になってきてますね。完全にない方が話今スムーズに進みますね。いやでもこれはこれをしないと、だから役者が袖からちょんと出てちょんと出てちょんと出ても違う。もう役者は俺がおった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 って声聞こえてきたみたいなことを演出でも取り入れてきてもどんどんいいですね。出過ぎ出過ぎ袖出過ぎもうちょいもうちょい、お客さん釣られへんから袖釣られへんから袖釣られておったらずっとめっちゃ走ってとかもらえます。ゲーサーの上からみたいな、それ上から登場キャットからみたいな。そう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 。なかなか。それを多分あのブートキャンプかなんか見て、その動きに合わせたその演出をつけてしまえば、ずっと曲流れてるっていうのも。ただ役者寂しいけどな。あ、まあそうか、役者撮ってからでいいか。うん、あ、そうか。でも面白いと思う。いいですね。なんかお客さんも分かってきて、あ、これちょっと次ここ出てくるみたいな。ちょっと予想した入るみたいな。入る。あ、間違えた。そうそう。こっちかみたいな。動きが分かってきたから、あ、こっちやみたいな。そんなできたらちょっと楽しい。いいですね。面白いですね。そうやな。もうなんかそれ見てる方がおもろいかもしれない。お客さんのそれを見てる方が。このみんなが揃って一斉にこうやって、うん、なんかそれはちょっと思って、あれから見てもって、なんかあのまだダンスダンスレボリューションみたいな、あ、はいはい、あれを踊ってる人をめっちゃ見てる人たちのこの首の動き見てて、ひらめいて、あ、なるほど、これもありやな。なるほどね。360度カメラね。そうね、もう今までもう3つ4つの企画立ち上がる、どうするの、ね、うん、誰が進めてくれるのこれ。そうそう、どこのメーカーとタイアップするかですね。カメラとか、でもカメラでも感激三昧とか全然いけんじゃないですか。あ、技術長ですから。おおおおあ、でも今割と安価ですよね。でも360円なんてね。どうなんですか。あ、え、値段は、まあ、でも画質悪いですね。時間がそんな取れないんですよね。どれぐらいですか。40分。あ、今40分ぐらいですか。まあでも1年2年でしょ。なんかだったらもう、うん、まあでも、うん、で3回だけ見れるんですか。とこの真ん中置いてたら全部取れてしまってんのね。でそれなんか YouTube かなんかとあれ連動してるんですか。そうですね。一撃屋さんがやってましたね。この間あの、スクエアエリアの一番真ん中にカメラを置いて、うん、その中から、舞台の中からスクエアエリアの舞台で何が行われてるかを見てるっていうのを YouTube に上げてる。すげえ。うん。痩せるってでも何やろな。痩せるって何したら痩せんの。もう運動するか。運動ね。でも運動系出たよね結構ね。そうですね。暗転中にこっそり口の中にこんにゃく畑をそっと入れてくれる公園っていうのがあります。ほらもうほらもう。ちょっと座布団もらいに来てるやん。ほらほら間違えてるやん、持ってきてる。お腹いっぱいになりますから。そうだよね。その日ご飯は食べない。旅終わってからご飯行こうってならないですね。こんにゃく畑でこんにゃく三昧こんにゃく畑でお腹いっぱいになりますから。なんかお腹いっぱいやなみたいな。そうですね、カロリーも少ないし、少ないしね、お腹いっぱいになるしね、うん、そうですね。まあでも痩せる演劇っていうコピーをつけられるのがええと思う。そうですね、チラシに、うん、そうですね、うん、だからそれでまあ、わからない人でもやっぱ来てもらうっていう、そこが大事です。痩せるらしいで行こう。そうそうそう、演劇、そのなんか痩せるやつ行こうやみたいな、うん、ダイエットしに行こうやみたいな。そう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 、そういう、え、これで痩せんのみたいな。体験者の声みたいなのしてね、私はこれで痩せましたみたいな。もうあかん方行くね。
中身考えるとまあでも確かそうです、ね、だから集客につなげる、つながるためにはどういうことすればいい、うん、まあでもそれはそれは絶対痩せるはいいと思うんですよ。痩せる以外なんか猫ブームとかそういうのにも便乗しちゃえばいいんですよ。猫ブームに今猫ブームですか、うん、あそうなの、演劇中結構俺のとこあんま来てないけど大丈夫かな世間は、あ世間は来てる、世間は来てますよ。 猫アレルギーだからかじゃあ来ません、めっちゃ来る一生来ません僕ね、あんまり見てなかったんですけどめっちゃひどいのが一つあって、うん、言っていいですか。いいよ。重力が2倍になる構造の劇場での公演、どうなんだ主催聞いてください、うん、主催カプセルコーポレーションって書いてあるドラゴンボールの中の、はい、あいつ、はい、アホやな今受け付きでなんかいつも賢いふりしてタバコ吸ってるけどあいつアホやな悟空がトレーニングしてる部屋です、ね、ただもう役者ほんまやばいと思うね。役者もお客さんもお客さんもやばい、役者動かれへんからね、ただ役者めっちゃ強なるとそうですね、そうやったら武空術ぐらい使えるかもしれない終わった頃にはね、やっぱね稽古をその状態でしないと、うん、稽古はじゃあ重い道着着てやりますか。さらにいやだから普段はそこを使われへんから、そうだね、本番しか使われへん、そうそう、だからリリハから小やりしてからやから普段は重い道着着て、うん、まあ全然いつもと違うわってなるやんそう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 、でまたちょっとあこっちの筋肉使わなあかんのかみたいなことで帰って筋トレして、ま、ほんまに間に合わせるみたいな役者は痩せるやろよな。でもお客さんもいやちょっと G 強いから練習していこうみたいな、なんかちょっと筋トレするみたいな、うん、そうですね、あれかそうか、そのサウナに近いノリやけどなんかお客さんにあのヒートテック渡すとか来た人みんなに来てもらうと、ヒートでこれを装着してくださいみたいな、あの 3D のこれつけるのと一緒で、うんうんうん、まず来てまず来てください、ヒートテックなり、うん、なんかウルトラダウンなりを渡してしれっと制作さんがどんどん温度上げていく熱い熱い熱いな、しれっと上げていく、しれっと上げて今日の芝居どんどん熱いなみたいな水分 OK ですって言ってくれるでもいいかもしれないです、うん、汗かく大事です、大事だね、あと、アンケートにここ3日間食べたものを書く欄とカロリー計算表があり自身の食生活に自覚的になる、うーんまあでも一理あるような気がする、いやそうやけど明日からできそうな感じなんか重力2倍の部屋から一気に明日になったなんか100年後から明日になったからバスちゃんもだなんかこれをわざわざこの紙に売ってるところがなんかもう不思議な面白いな、見てなんかあこれやっぱ私痩せたいわって思ったのって今考えてみたら、うん、めっちゃスリムな美人が出てる時ですね、やっぱりそうやな、増やさなあかんわって思う。これどうですか、ロングランの初日に水着型のチケットを渡され、夏の海で行われる千秋楽までにはこの水着を着て素敵な彼をゲットしなければならない、うん、ならないって言われてもならないって言われてもならないって言われてもでもこれはあるかもしれないですね初日、千秋楽は要はでも毎日見に来なあかんってことやな、うん、合宿ですねそれねいやなんかそれ系やったらなんかいっぱいありそうな気がするな、いやもうテラでやったらええやんとかなって正直に正直に正直にならない、うん、ならないならない最後にならないって何でもいいっすよそういうことバスなんかペナルティとかあるペナルティとかねあれやんまあちょっと頑張ろうかなって思いますけど、水着型のチケットはちょっと面白いですね、まあ、水着型のチケット新しくないですか、あまあ新しいかな、ちょっとめっちゃ着たい水着の、まあ、すごい着たくなるような水着型やったらちょっとこれ着れるようになるに頑張ろうみたいな、男どうするんですか、男もそういう水着マジでじゃあ男女じゃあ男はなんか別の、まあね、男は別の理由でね、うん、なんかでも逆先パッて見たら皆さん水着着てらっしゃるでしょ、そうめっちゃ面白いですね。わわわわ。X ジャパンのライブみたいな。そう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 。だから野外の。そうね、やらせのやつ入れといて、そいつらは痩せていてて、だんだん似合ってきてて。ああ、そうだよね。ね
全然やりやすい人はそいつらにそれすらもお芝居なんだいじめられるそれに近いの一つありますあのマクドナルド協賛公演なんですけれども、はい、周りの人間がビッグマックを食べながらどんどん太り出す公演っていうのがあります。あ、逆の発想で、うん、痩せなければ周りを太らせてしまいますやばいやばいやばいってそれでもあ相対的に俺痩せてきたわみたいな話もあ逆に私まだ大丈夫よ俺さんさん確かにある、うん、よくない、うん、これだけじゃないそう周りのやつを太らせればいいんだよな言っちゃいますよ平均を上げるみたいな結果痩せるそうみたい痩せてないです相対的な相対的だ周りがためになったら俺は努力しなくてもいいんじゃないみたいなすごいね。根っこどんどんこの周りが堕落していく演劇作品お、やる気が出てきました人なしを人なしを引っ張る方がねということでぼちぼち CM に一旦入るそうですはい、はい、まだですかもうちょっとその辺上手にはできないんです僕は大丈夫です全然上手ですよ上手いこと回してはりますよ上手ですか、はあ、いやー本当にね CM ってちなみに何分あるんですか CM5、6分あるあ、5、6分あるんですか、ね、はい、はい、ちょっと休憩時間的な感じですね手洗いも行きつつっていう感じでねあー素晴らしいですその番組中に CM の中のそのなんか説明するっていう一回見たことないです感じでいやあの写真は見たことあるね、はい、この写真写真はねこの、うん、これよう上がってますこの絵よう上がってるからねこの絵いや痩せる演劇な今スポットスポット迫ってきてますけど今でもなんか5号目まで来たな感じがしてる登りましたねもうできそうちょっと一個掘り下げてみましょうか、うん、ね、これ1個に決めて、うん、で掘り下げていくのを CM 明けから始めましょうじゃあもうとりあえず暫定を決めるところから、うん、暫定決めます今今ああ決めるところから行きましょう、はい、まあ重力2倍言いたいんじゃカプセルコーポレーション提供のやつやりましょうか、ね、ブリーフ博士にねお願いしてねやりましょうよでもなんか現実的な俺暗がり峠の泣きもするんだよ暗がり峠は一番現実的っぽい、まあ、土地名が出てますからねはっきりしてるよく分かりやすい分かりやすいイメージしやすいしかもミステリーを作りやすいからあね、誰かが消えたら戻ってこない、ね、なるほどなで公演終わっても戻ってこない違う明日来たら違う役者が入ってる公演でも痩せんじゃんあれ何やったやろみたいな次の日の朝刊乗ってるみたい乗ってる痩せるよねあの劇団怖え昨日一緒にやったのにみたいな山の中でまた乗ってるで大変だ主催超え僕やったら見に行こうってああう、ね、でも僕見に行こうってなりますねそれ逆にね、うんうん、どうなってんのやと見に行きたいけど痩せる痩せるとかもそんなもん関係ないですねでも見に行ったら痩せる結果として 100% カロリー動かなあかんから一緒に行かなあかんから、うんじゃあ CM 行きますかいいですか、はい、はい、CM 行きましょう、はい、はい、お願いします SP 水曜劇場ご覧の皆様こんにちは。こんにちは。ありがとうございました。ショートスト分裂あるいは融合見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。楽しんでいただけたら幸いです。ここからではわからないですが。原子力がうんうんってね、うん、熱い戦いが繰り広げられたとかられないとか。はい、なりましたね僕らねみんなでね今度次は時間の本公演が7月になんと衝突以来の本公演、ね、1年以上歩んでしまったんですが、はい、造屋米立のアパート7月29日から31日あと芸劇と書いてありますね東京に行けるところね
野田秀樹さんで有名な劇場に、うん、劇場です。久々にあの、ね、人数もたくさん出てくれて、うん、19人ですね。がっつりです。わーっとやりますね。わーっとした ね、こちらのね、ブルガーコフ、ミハイル・ブルガーコフ作、ゾーヤ・ベイリッツのバンドですね。おそらく日本初演、初演だということなんですね。そうなんですよ。すごいなんかはちゃめちゃで面白い音楽とか、うん、動きとかもどんどん入って脱いだりするみたいな。脱いだりする、まあちょっとまだよくわかんないですけどでもぜひぜひ、ね、ちょうどね夏休みぐらいなので、ね、はい、ぜひいろんな地域からもツアーバスを組んでいただいて、お待ちしております。お待ちしております。皆様こんにちは、キングアンドヘビー飯島松之助です。我々キング&ヘビーは、まあ、我々言うのは僕だけなんですね5月ゴールデンウィークが明けた次の週の土日、金土日ですね、我々キング&ヘビー旗揚げから2作目の作品を上映いたします。作品がですね、いつもお世話になっております、手のひらサイズさんの、岡本邦彦さん作風の、ラジオドッグという作品をですね、上映いたします。会場はですね、旗揚げ公演と同じ梅田ヘッドホールでございます。はい、そちらの方で第2回目の公演を、満を持して、1年半年ぶりに執り行いたいと思っております。はい、かなり、まあ、まあもちろんね、もう盛り上げてまいりますので、はい、皆様、はい、ぜひぜひ、はい、ね、ガールズもみんなもね、はい、ありがとうございます。そちらの方もぜひよろしくお願いします。水曜日から16日火曜日までの1週間あります。全14ステージで各回日替わりゲストさんとアフターイベントやります。はい、場所はシアトルから大手院、で行います。初演と同じ大手院で締め舞台でやりますので、ぜひ見に来てください。はい、スクエアリアですね、大阪公演だけじゃなく名古屋と東京にも行きます。行くぞ。三都市公演です。はい、ぜひ来てください。はい、しかも、なんとですね15日のお昼は関西弁スペシャルという特別なやつもありますので、はい、そうですよ、全編関西弁でやります。できるのかな、どうなるんだ、わからない。はい、そんなわけでご予約は一撃屋で検索していただきましたらホームページが出てきますので、そこからお願いします。まだまだどの回もお席ございます。はい、一撃屋スペアリオよろしくお願いします。大正中頃、大阪は好景気に沸いていた。大阪の片隅にあるカフェでは、いろんな男女が朝から晩まで入り浸っていた。小説家志望に画家志望、大きな野望に希望を抱いた若者たちが大騒ぎ。そこへ場違いな少女が転がり込んできた。彼女の夢と野望と希望は成就するのか。赤組版大正ロマン青春かもしれない物語。
SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。というわけで、CM 明け CM 明けましたかましたよ、はい、というわけでね、ケーキをたらふくも食い散らかして食べた後が本当に言いながら、ね、ありがとうございます。ダイエット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 できるケーキですよ痩せて痩せてというわけでね、CM 前に言ってましたけれども、一つに焦点を当てて、でそれを深く掘り下げていこうというわけで、やっぱりあれですか、暗がりトーク結果として、結果でもこれはでもじゃあどんな案が出たか、もう一回おさらいしますか。そうさ、案をおさらいしましょう。おさらいしましょう。だからあれですね、サウナのサウナで見る。ああそうこれ危険やからなしだからね、命に関わりますからね。あとジムで見る。ああこれ面白かったですね。でも発電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 、そうです。これちょっとでも、ちょっと置いといた方がいいんちゃう。ギアとかで、ギア切ってやったらいいです、うんうん、え、ギア舞台は近未来みたいな、電気が失ったこの都会でみたいな、お客さんがずっと走らないと、北斗の拳で発電させられてるみたいな、マジちゃ奴隷だまあまあ、と、あと何が出たかな。まあ泉さんの案として、受付に体重計があり前回1公演から痩せたキロ数かける100円の割引が受けられる、うん、多分 ここで多分泉さんは一番を出してしまった気がしますけど、あとはもう ね、 そうですね、あとストーリーで食欲をなくす系、うんうん、ドラマ系ね、あと恋をしてしまって、恋をしてしまってその人からいっぱいそのメッセージが来るっていうやつと、あとまあロングランで水着のチケットを渡されて、まあ、1ヶ月間ずっと、痩せていくというやつぐらいかな。ずっと痩せていくそこを聞いてんねんけど、痩せていくことになってるんや、これはそこと書きなんか、なんか自動的に痩せるみたいになってる、なんかそこと書きなんかあるのかな、んかあいつなんでそこと書きやねん見せ方チケットだけやから、そうですね。これでもだから、ここの間のここにどれを組み込めばいいかってことを考えればいいんじゃない？だから水着をプレゼントしておいて、チケットを渡しておいて、その間にどれは今まで出た案の中のどれを入れれば痩せれるかみたいなのがあれば。でもなんかひと夏のやつなんでストーリーとかあるじゃん。恋系ですか？恋系とかね。逆に連続でやらなあかんじゃん。だから1話をずっとってわけだからね。そうなんですよ。だからずっと30話タイプの。だからそれこそ30話。言ったら30話。30話ですね。毎日劇場来てもらう。大河ドラマの半分やらなあかんじゃん。毎日水着で。1回やらなあかん。私も行かなあかんね。今日は切れるかな、いややめとこうみたいなお客さんが毎日来る。だから でも劇場にその水着専用お客さんロッカーみたいな、あそうですね、が着替えがあったらいいんだよ ね、 そうですね、毎日水着は持ってるんですけど、うんうん、客席の時に着てるかどうかって、うん、着てたらいいことあるんですか？でもいいことあるんですでもいいことあるんですよ。いいことあるから来たいんですよ。そうだよね。だってそれがないと、うん、まあ、そもそも来ないよ。で何人か水着になり始めるんですよ。あ2週間ぐらいしたらね、うん、だから、あ、私、まあ、痩せ、ちょっと明日頑張ろうみたいな、ね、今日はご飯ちょっと我慢しようみたいな、かもあれやね、離島公園しかもないから無人島公園にしてしまうから、あ帰られへん公園には来るけどご飯とかは届けない、届けないそもそも船が来るのが水着切れたら船が来る。だからあの水着着た人だけ密かに船の着岸地区を教えられてる。あの人がいない。あいつは来たよ。芝居見るどころじゃないと思います。しゃってる方が大変。確実に痩せると思うんだよ。確実に痩せますね。だって釣りで魚釣れへんかったら、だから晩飯ないんですからね。それただのサバイバルですよ。そういう生活してもらえたら、何時になったら公園があるんですよ。そうそう地獄のやつや。地獄のやつ見てられへん。アンノンと芝居見てられへん。みんな最後怖がってる。
それ芝居もいらんよ、ね、だってもうそれそのものが芝居やもうドキュメンタリーですよそれはもう、ね、いやそれは演劇なんででも上手な魚の取り方とかを芝居で教えてくれる。そうですね。火の起こし方とか、あ生活の仕方とか。ちょっと炭火今日も今日行かれます。これ何言うの？そのどこどこにあったぞって言い巻きがあそこどこにあったぞみたいなのを見に行ったら教えてもらえる。息が見える。すごい腹立ちそう。前から何言ってんの？寒いね。めっちゃ笑っちゃう。そうだったらキャストもめっちゃこだわらんとあかんと思うね。だからもう超イケメンとか超もうだからそのアンダーグラウンドで活躍する中のもう超べっぴんイケメンだけで構成されたあのキャストで組んでやったらまあまあ行きたくなる。実際サバイバルできそうな人とか一緒にサバイバルする生活するわけになるよ。だもうあの何やったっけあのアメリカのあのドラマであるよね、まあ、無人島になんかロスト状態にしてしまえばいいよね。もうそのうんそれがそこそのものがもう演劇になってる。まあアドリブやから全部アドリブでしかない。そんなもん演出一時言ってられへんよ。そんな面倒見切られへんよ。リアルタイムで演出していく感じ。そうだ、ね、なんか分からんけど知りたくなっちゃって。ここへ心に心に今あるの？今ちょっと今痩せたい気持ちが衰えとる。それめっちゃええやん。それめっちゃええかよ。これ演出やりたい。深い双眼鏡でついてる。モニターもちゃんとついてる。全員についてて。それやりたいな。いい俺でももうそれめっちゃ一人でテンション上がってる。めっちゃおもろいこれ。それ誰が見てるんですか？誰が見てる？小倉下ナウ。つぶやいちゃうんだ。つぶやいちゃう。まあ離島やから電波届かへんから。あ自己満やけどね。そうですね。やっぱそういうリアリティドラマの方に行きますよね。やっぱでもそれが一番痩せるし、話題になりやすいね。でもまあまあだから今までのこの箱型演劇にとらわれてたらダメってことですよね。そうだよね。外に出ようってこと。やっぱ動きやすいしそっちの方が。そうだね。じゃあどうします。じゃあそれをとりあえず暗がり峠でやります。でも峠は水着がそもそも待ち口。水着一気ですか？水着はまだ一気なんですよ。水着ありきで考えて暗がりはちょっともうそれとも捕まるで。たまたま普通の人も通りますからね。あそこ普通に通るから車も上がってくるから。どっちか水着か暗がりかちょっと気合わせが。清水明さんやったけど誰かなんか離島持ってない今。マジっすか？だ持ってはるやんです。家の階の清水あ、違う、あの根の根の根かな。原田のさんじゃない。なんか離島を持ってるらしい。サンテレビで番組やってますしね。じゃあそこをお借りして。今だって離島ブーム、猫ブームより離島ブームの方が俺知ってるで。初めて聞きましたけど。じゃあ離島の線で押していきます。離島の線で水着だってせっかく泉君の水着そうですね。来た方がいい。なんかちょっと個人的な趣味入ってそうな気がするね。じゃあまあ夏のそのイベントとしてやっていきましょう。うん、毎年夏1ヶ月間空けれる人が参加する。参加する。ダイエット痩せる演劇っていうことで。演劇はもうなんかもう痩せる演劇。痩せる演劇やな。演劇。でも演劇やろ。演劇です。演劇。離島で痩せる演劇。離島で。でもまあ痩せるやろな。痩せるでしょうね。まあ痩せるやろな。痩せないわけがない。それが DVD 打った方が多分売れるでしょうね。絶対にその時メンタリティで。ああ、そうだね。アイノリみたいな。そう、リアリティ番組ですってそれが。だから、ようやってるやつです。結果。でも怖いのは、なんかその参加者の方が、その怒るのとかは、もう分かるやん。なんか仕方ないなと思うけど。役者が急にもこっちの言うこと聞き出さん、聞かへんから怒り出すのは怖いよね。こんなもんやったら。しんどいし、ご飯食われへんしみたいなこと言い出したらもう
やばいよ。だその辺はやっぱり高額なギャランティーをなんとか抑えるしかないですよ。そうやな、そうやな、うん、今までの演劇の幅の予算で考えてたらダメですよ。スポンサーがいる、うん、スポンサーいますね。なんかその水着に水着に何か入れとくかやな。入れとくさ、そのスポンサーのそのロゴ。ああ、そういうことか。どうでしょう。誰が見るんですか。いやだから DVD 販売してたら、だからそれリアリティ番組やいてる。それ演劇ちゃうよ。ちゃんとなんかご飯前とかで絶対その水着がこうチラッと映るようにカメラで舐めてもらうようにちゃんと。そうか、でもそうですよね。そうか。そうか。じゃあやっぱり暗がり峠に戻る。暗がり峠だな。暗がり峠。暗がり峠だから予算絶対少なくですもんから。人さえいれば。あとだからストーリー、だから脚本書く人間を逆に5人、6人ぐらいいればいいんだよね。ああ、なるほどね。結局一つのストーリーをこういうのを5人が作れば。なるほどなるほど。あとそれを多分まとめるのはそんな難しくないと思う。テーマだけ決めとけ。なるほどな。ね、1、2、まあ、3。いや、ここでまた手近なとこで。でもここにおるのがもう、ゲーム役者1人決まったし。体鍛えてください。やばかー。隕石さんじゃないけど、リアルピクニック演劇。あ、隕石のやつもあるの。違う。隕石さんはピクニック演劇って言ってはったから。キャッチコピーとして変わったんですよ。自分らのキャッチコピー、キャッチコピー、ピクニックそうそう、ピクニックするような感じで見てきてくださいね。リアルピクニック。ほんまにしてたわけじゃないです。俺もうすでにやられてんのかな。すごいな。手つかずの金脈ですよ。手つかずの金脈です、これは。一応だから、なんか、最初と最後を体重計乗るっていうのは入れときます。体重計なんだ。でも痩せたい気持ちでいくやったらいけるかも。しれっとにしといたらいいかもね。体重計、あ、そうか、でも体重計お客さんに認知させなあかんのかな。うん、それはだからお客さんだけ、そうそう、痩せる演劇として来てるから、痩せる大前提はまずあるわけじゃないですか。そうだね。だからそのお客さんに、お客さんだけが知ってればいいやん。まあね、そうそうそう、俺らが別に知る必要性は、あ、そうですね、うん、ここに書くわけないけど、現代の技術で浮き上がってくるかもしれない。持ったらこう、こうなって、AR って、AR って、ビューンビューンつって、減ってる減ってる、あの人減ってる。7に、もうちょっと走ってガシャンみたいな。あれでもなんかそれあったような気すんねんな。なんかここにつけるようなやつ、うん、なんか、あ、心拍数か、あれはあれは心拍数よ。あれのすごいな。なんかあんねんって、心拍数、まあ、ちょっと万歩計的なね、なんかこんな車が見えたら楽しいよね。万歩計がいいかもしれない。あのサーモグラフィーとか、ね、スマホでなんかあの顔認識でなんか上に出そう出るようなソフトは作れそうな気がするね。それだと先のこれも使いますよ。ほら、取り入れられますよ、先のこれ。お前、寝てる。だから自分以外の人全員見れるんですよ、先の。面白いね、スカウトで一番痩せたやつが、うん、なんか、ええことなるから、だからそのみんな、そうそうそう、分からんけど、なんか暗がり峠のこの一部の土地もらえるとか、地図みたいなのがあって、名前立てれる、あれ立てれる、この石碑立てれる、立花雄介、公開通りみたいな、ガーンみたいな、土地見れる、なんで暗がり峠なのな、なんか響きがね、暗がり峠っていう響きが、なんかもうこうゾクゾクする、いいですね、犬鳴き飛んでるとか。何か起こりそうですかね。何か起こるような気がするから。暗がり通り、うん。なんか俺はもう勝ちつけてた、全然関係ないんだけど、車のナビが。なんか知らんけど、あるところから、例えば大阪の難波って入れたら、暗がり峠を走らそうとする。ほんだら、俺そんな本来来れないから、一回行ったら結構間に合えへんしと思って、もう暗がり峠やったら間に合う時間やから、行ったら、ブレーキ踏んでるの止まれへん。だんだんもう匂いがもう焦げ臭いな。やばいやばいやばい、止まれ止まれ、あかんあかんあかん、車がもうそんなんやった、あのナビ本場行きましょう。ようなくらい急勾配やね。急勾配、すごい急勾配なんですよ。でも一応頂上になんかの店とかあるんで、あ、
まあ、野菜のなんか、あ、なるほど、野菜はいいですね。そういったことも、ね、うん、協賛しながらね。そうだね、急勾配でブレーキはかからないですね。俺下りはやばいんですよ。なるほど、なるほど。あ、そうなんですか。なんかナビとか、なんか車がクリスティンみたいなやつでなんかこう誘導してブレーキもかから車自体にしてかからようになってるから。すごいよ、どんだけストイックなんだ。そのストイックさ欲しいですね。なるほど。でもそうやな、それ、ね、でもなんかそのまず体験できるから、まずやっぱりそのその世界観に没頭させるようなやっぱり仕掛けがいるような気がするね。まず、うんうん、その痩せるということはあまり意識せんでも、うん、上までなんか楽しくなんかドキドキハラハラしながら行ったら、あの痩せてたがやっぱ一番。でもじゃあチラシにも痩せれんぎって書けないし、うん、え、いやでもだから例えばタイトルが、例えば分からんけど、あの暗がりってタイトルだとしたらサブタイトルで痩せる公演ボリューム1ってやっちゃったからバレてるじゃん痩せる演劇パート1ってじゃんボリューム1ってにしといた方がいいじゃん。いやそのいやじゃあ来てる最中はいい、うん、うん、来たっす、来てる最中は呼び込むのはもちろんその痩せるのありきり、うんうん、まあまあそうですね、うん、まあファンタジーの方がいいかな。ファンタジー、あ、もうそれのファンタジージャンルですね。タイトル、プラガリやったら完全になんか事件の匂いしかしない、まあ、そう、分かりやすいのはでも事件かもね。そうですね。でもまあ、選んだらいいんじゃないですか。こっち来たらファンタジーになるけど、こっち来たらサスペンスな。この人についてった一気にコメディーみたいな。そうそうそう、あ、いいですね。それいいかもしれないな。それいいんじゃないですか。あのリピーターも、うん、そうや、うん、だからもうファンタジーなんかは途中からもうトトロみたいなのいっぱい出てきた。すごい、そんなん好きな人はもう繋がり峠ができる。ここで指噛まれますからガーッと近くない。いやついてくるから。いいな、それいいですね。猫バスもちゃんとこぶしで。あ、こぶしで。あのチャリンコのなんかなんかあれやん、関西サイクルスポーツセンターから買って、まあ一個ぐらいパクってきて。すごい。協賛してもらいました。協賛してもらって。サイクルスポーツセンターにも。そうそう、協賛。提供って感じ。提供。でもそれいいかも。いいね。じゃあったらさらに楽しいじゃん。楽しい。でも作家によって書き分けが、うん、そうできる。そうそうそう。でも作家名書いとけば大体ね、皆さん分かってくる。あ、ね、うんうんうん。あ、こいつはこ。ただどのルート行ったらどの作家かは分かんないですよ。ああ、そう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 。それは分かんないですよ。ああ、その方がいい。リピーターが多い方がいいからね。そうそう、なるほど。今度このこっち行ってみようみたいな。行ってみようみたいな。いや、これはめっちゃおもろいけど。面白い。作り上げたら結構いけるね、1年ぐらいいけるね。いや、めちゃくちゃいけるね。ちょっとだから、うん、ちょっと大きい企画として小劇場全体でみんなでやろうっていう企画にした方がいいと思うんですよ、うんうん、ね、ええ、ただもうまとまらへんやだからそれだから暗がり峠もやけど、うん、他例えばあの清滝とかそれぞれでやって吉野とかいろいろ峠という峠で、ね、峠なんですね。峠なんですね。坂ありゃできるわけですね。坂ありゃ体に負荷かけないとダメですよね。そこはそこはありきやそこはありきや。もしも勝ったら最終は行っとるかもよ、富士山とか富士公園やってる樹海で、樹海で樹海からスタートしてね、うん、もう何か上がった時点で何か分からないからフラフラになる抜けるとこから磁石が回ってないみたいな。でもお客さんはあれも芝居を求めるからうまいなうまいうまいと思うけどいや、もうそいつだけめっちゃ安でいってほんまやねんけどな汗止まらないそれもええ いいですね。でもなんかそれをやりだしたらいいような気するな、うん、なんか衝撃場一気に変わりそう、ね、うん、ね、ちょっとね、やりましょう。脱出ゲームの次のブームを痩せる演劇っていう、痩せる演劇、登山劇、登山劇登山劇登山劇でもね、ちょっとメイさんなんかお願いしてね突然メイさんが現れる現れるんだ。あの魔弾劇のあの、まあ、けどあの雰囲気やったらなんか山の中おって、うんうん、急にここ楽しい、なんか一角になる、すごい客いじりの楽しいルートゾーンが現れる。そう山の妖精みたいなやつからと、そうですね、一緒にとか行けるというそうだね、これだから問題だから雨天どうするかな。ああ、そうですね、カッパ来てもらって、カッパ来てもらってやるんだね、やりましょう、うん、
それをちょっと考えないとですね。だから考えなあかんの。だからどこに許可取ったらいいのかと、うんうん、まずね、まずね、うんうん、でまああとだからあれだよね、人員が結構いるから結構いりますね。でそれこそどっかの劇団がいたとしても、ちょっと自分とこの公演室からこの週休むわみたいになったらまた他を頼む。そうやなそれやな。いやそれはもう抑えていかんと。ああそうか、おっ来た、抑えていかんとな、うん、だからちゃんとスポンサーも見つけて、うん、金で物を言わせない状態にしないとダメでしょうね。まあでもスポンサーどこや、山のそういうでもダイエットダイエットだから、ダイエットだったらダイエット会社から使えるそういうところからですよ。ダイエット会社なんかサプリとか作ってる会社からしたらもうライバルなわけやから、ここスポンサー取られへんやん。キリンとキリンえキリンとかね、美味しいビールが飲めるから、ね、うん、いや、あの酵母とか作ってるとこ、あああ、じゃコカ・コーラとか、あーそっちか、スポーツドリンクメーカー、なるほどね、あ、うん、あとあれか、あれか、アセス T シャツ屋さんとか、あそうですね、あそっち系か、タオル、スポーツ系、スポーツ系、あと登山靴、うん、あいい、うん、大きいそうだね、あそうですね、靴や靴や、大きいそう、モンベルとか行けちゃう、俺ずっとあれモントベルってずっと呼んでる、ほんであのずっと気を使った後輩が、アクさん T 発音しないんですよ、あめっちゃ恥ずかしい。やりましょう。これ やりたいよね。これほんまに。いやできるんちゃう、うん、できるかな。許可さえ見つかればできるかな。うん、イカスケボリューム何本ですかこの公演は。次？だから次エイトの時にやろうか。イカスケエイト。イカスケ名義でやったらなんかいいの？俺らんだら手柄になっちゃうで。それいいです、ね。おん。いいですね。僕はもらえるもんだけもらえれば全然。でもこれもともと青木さんが出したんですよね。それもやっていただけね。まあじゃあやろうかな。ちょっと現実ではちょっとふわりしてたのがちょっと具体的になってきたでしょ。そうですね、できそうでした。でもあんまりその事務的なとこ進んでないのよ。これからのはできるやん、やろうこれから。いや事務的なところも僕ら協力バックアップしますね。バックアップっていう言葉が一番重要。バックアップっていうのは頼んだらごめんちょっと無理やねんと可能な文言やねんか。俺は過去何回もこれにやられてんの。あいつめっちゃええやつやなと思ってたら全然実際あいつが一番やってくれへんみたいな結構あんねん。バックアップにちょっと都合のいい言葉ですよ。全力でバックアップそれはバックアップしてるときは全力なのか全力でバックアップするのかが問題です。バックアップしてるときは全力ですが一番怖いね。バックする以前の問題です、ね、でもやろうやろうこれは。でもこれちょっと面白い。ちょっとだってもうだって俺の中でだから最初にもうちょっとこの2、4、6、10人、11人はもう全員だからもう声かけて、そうです、反撃三昧プレゼンツでもいいんじゃないですか。そうですね、反撃三昧プレゼンツでいいと思いますよね。新しいコンテンツ、コンテンツ配信としてね、配信もしてもらいましょう。それこれでも撮る人一番大変一番配信に向かいますお父さんがゆるゆる痩せこけてる感じね。だから独占配信ですよ、関係さん前で。でもまあ最初からやっといたらそうです。俺でも話題になる可能性はめっちゃ高いと思う。いやそうなんだ。一回新聞とか取り上げられ始めたらもう全部まさに完全に感激三昧状態。そうそうそう、第二のコンテンツとしてね、感激三昧なんでね。まず一回やってみようかな、ほんまに。大丈夫ですか、八甲田さん死の方向みたいな。いやでもこれだからほんまにその作品の演出よりも制作面が難しい。いやもうそこですね。お客さんがもし何かあった時のことを考えない、組織を、組織をまず作らん、ね、チームを作らん。チームと看護師とかも呼ばなかった、ね、演劇人でこっち看護師もおるから。あーうまい。イカスケパティシエもおるから。あすごい。アーティストユニットですか。そうですね。そうそうそう、演劇やっての3人ぐらいしかいないから。いつも公演歌ったら、いやいや私パティシエが何もできないから稽古の時お菓子とか持ってきてるだけだかな。一向に進まへん。今度公演久しぶりにやるのに、それがよく考えたら本公演30ヶ月ぶりやで。おーやばいなと思って。2年半以上。
かそれぐらいできてないぐらい、うん、あかんかった。これはでも頑張るわで、はい、僕も全然全力でパッと。そんなこともない。俺もすっごい聞いてるんだよ。一緒にやりましょう。あ、一緒じゃん。これは力強いこと。これは力強いこと。大悟さんもやってるんですよ。もう全力でバックアップ。そうですよ。僕の目を見てくださいよ。こんな頼りがいになるバックアップするの言いますか。ナゴさんルートにいたら急にトークライブ始まります。ゲーム出てくれ。お前やりよ。やり始めかねえわ。なんか1分間でお題とかもらって。そういうルートです。結構それ思うかもしれないけどな。なんか知らんけど急にお題くださいって言われる。お題くださいおじさんがおる。ずっと待ってんの。そうそう、お題を絶対外れるだと思う。来たらこっちやったかってお客さんが一回入ったから。でもこれほんま下見行こうと思って、うん、言ってるけど多分結構あると思う。ただこれが俺実際言ってみたら一本目ちょっと笑うよね。全然一本目ゼロ。分岐ゼロの可能性も確かにあるからね。でもあのね、そこは村おこしとかなんかそんなのを求めてられたらどうせかね、バックアップしてくださるかもしれないからね。この辺がだからどこ一番ややこしいのはだから大阪側と奈良の県境絶対あるから、それがどうかやねな。どっちがやりやすいかによって、あのあれ、下りの方が痩せるっていう。ああ、いうのしね、なんか筋肉が変わる。足に負担がかかるのが下りですか。膝にきますよ。膝にくるんじゃ良くないな。良くないことじゃないけど、どこに登ったら通りないですか。登ったら、最悪電車で帰れるから。あ、もう上に電車あるんですか。上にね、あの生駒山頂ぐらいまで行けば、遊園地まで楽しめる。なるほどね。遊園地っつっても動物と触れ合うぐらいだから。乗り物は多分人力的なのばっかりだもん。いいね、足こぎ的な。そのままそっちも使って、さらに、なんかだんだんトライアスロンみたいな。で山登ってチャリンコこいで、あと泳ぐだけですね。最後あと川で泳ぐだけやで。順番おかしいです。一番危険な順番です。そこで水着です。来たやっぱ。じゃあチケットは水着でスポーツ用品メーカーともちゃんとコラボして、そこでだから水着が入らんかったらまた一からやり直しやから。そうですね。明日来なあかん。じゃあさ、結末は水着着た上でのやつでしか見れないってことでしょ。そうね。そこで、あ、水着着られへんわ私って思って帰った人は物語の結末がわからないから、ね、また来ないと。痩せてもう一回来ないと。来ないといけないっていうことです。まあそうやな、次のだからみんなが踏み込めへん、そのそもそもお客さんが来るかどうかっていう。そこにメス入れます。今まだそこにメス入れへんかったら楽しい時間が過ぎて、そこメス入れたら一気に楽しくなったんだろう。きっとでわざわざ水着着るために行かなあかんと言われてしまう。だから噂が一人歩きしてからやりましょう水着は。そうやな、とりあえずはその暗がりタイトルね、暗がりクライシスみたいなことやっといて。クライシス、事故が起こる。絶対事故が起こる。途中実はなんかあのスクリーンみたいなの分からへんように貼ってあって、分からへんように貼ってあって、なんかあの 3D みたいな、なんか分からんけど眼鏡かけさせられて。なんか分からんけど眼鏡かけさせられて、岩がこんぼわって。こんなんだから逆にもう竹信さんでもやってもらった。そうですね、竹信さんのそのもう竹信ゾーンがあったら、ね、全力でバックアップして。やばい、どんどん全力バックアップだけが溜まってくる。持て余してくる。やばい、肝心の即戦力がない。即戦力がというわけで、ね、もちもちね、お時間がやってまいりました。というわけでですね、クライシス実行委員会が結成されましたから、そうですね、はい、だからイカスケじゃなくてもいいです。いや、イカスケじゃないと思うんですよ。クライシス実行委員会をで募集かけてみればいい。そうですね。ツイッターが求む登山家の方とかね、やりましょう。それで何集まるかによって、そうですね。それでもし50人来たら、いやもう完璧できますよ。できます。50人おったらいろんな職種の人間いますから。レスキューな、パティシエ、パティシエばっかり来られた。お菓子作るんやろ。痩せる企画や言うてんのに。里
糖抜いて砂糖抜いて菓子なのになりますけどね。だからね、まあ、この動画アーカイブ残りますから詳しくはこちらって言ってもらって、これ1時間半ぐらいあるんですこれ見た上で参加あーそうですね、決まりましょう。ただで起きへんなはい、というわけで、はい、ぼちぼち、はい、告知とか、そうですね、というわけで、歓迎様告知のコーナーをね、一応、よかったらしていただければなと、こんだけね、いろんな案をいただいたお三方なんで、はい、僕らにはもう告知していただくぐらいしかもうお返しできないんですけども、はい、なんかありましたらどうぞ。ああ、ありがとうございます。じゃあ、はい、僕、これって多分実はね、明日なんですけど、お発表が発表が明日。だからもういいですよね、さっき言っといても。はい、なんですか、暗がりクライシス。暗がりクライシス。実は、もう動いてました。おぉ、すげぇ。7月の。すげぇ。すげぇ。なことないですね。7月の、8から、8、9、10とですね、はい、アーティストユニットイカスケの第7回公演、30ヶ月ぶりの本公演が、芸術創造館で、ありますので、今回でもあれなんですよ、なんですか、サスペンスじゃないわ、なんかこう謎とコメディとミステリー×コメディー×ちょっと、まあ、ちょっと演出も動かそうかなみたいな、ちょっとロジックな感じに、ロジカルな感じにできたらなと思ってるんで、よかったら7月の8、9、10また告知しますので、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ああ、私の方はですね、サーティー GP というのがございます。はい、はい、100万円をかけた、ほぼ100、優勝賞金ほぼ100万円をかけた、と100万円をかけたトーナメントがありまして、私の組んでいるユニット、オートテイラーズというのも出ておりますので、よろしければまた見に来てやってください。100万円、まあ大体5、60万になると思うんですけどね、もし賞金取ったら、はい、大体そんなもんですね。来ていただければ、賞金全部見に来ていただいたお客さんに還元します。はい、汚い手全部使うつもりでいるんで、現金のばらまきで買ってやろうと思います。僕らに見に来たら多分現金が返金されます絶対に。ですのでぜひ見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、私6月の2週目の週末に京都で短編集のお芝居をしますので、はい、見に来てください。ざっくりやな。日にちがポッと出なかった。6月の2週目ですね。何週段階だ。D2 スタジオ D2 の、はい、小鳥会議の室屋さんに脚本をそうなんお願いします。きっと面白いのでぜひともお願いします。はい、はい、いい感じで、というわけで今日はこんな感じで終わりますけれども、ね、来月次の観劇部は、はい、ですね、4月の20かな27ですね、うん、4月の27日にあります。はい、お題はですね、はい、世界で羽ばたきました、はい、ステージタイガーの俳優、はい、白井博之君。なんかすごいところで賞取ったんですね。そうなんですよ、アトランタで、アトランタ48時間映画祭っていうのが、まあ、世界で行われてるんですけど、それのやつがアトランタで、まあ、決めるみたいな、はい、一番いいところ決めるみたいなんで最優秀賞を取った、白井博之君を、最優秀作品賞、最優秀主演や、男優賞、男優賞、すごい、主演とかね、助演はなかったんですよ、最優秀男優賞やったと思います。確か音田白井博之君をお迎えして、はい、白井君と仲のいい、はい、サーティーズメンバーでおめでとう会をします。サーティーズっていうのは、白井君を所属してないんですけど、白井君はね、一応今除名扱いになってるんですけども、80年度かに生まれた、俳優の仲のいいメンバーで作ってる、仲良しの集まりです。演劇やってる人の森山くんが、
中心で集めまして、で僕とか、うん、白井くんと、白井くんは除名されてるんですけど、あと小永井くん、全員いろいろあるんです。小永井くんもそうですし、あと泉博介もそうですし、あと今はコレツネとか、あと武田桃子もそうですし、あとはね、あと何人かちらほら、あとはい、はいはいはい、その辺で。そうなんです、そうなんです。で、おめでとう会をするの、おめでとう会を流すんですか。はい、で、まあまあそれも踏まえて、まあなんかね、世界の演劇みたいな、あ、いいですね、演劇と映像とか、なんかそんなんもやるかな、賞の取り方みたいな、賞の取り方、白井くんは知らない、世界に通用するお芝居っていうのは何ですかっていうのを白井くんに聞いてみよう。サーティーズのその悪ふざけがひどい仲間たちで、白井くんに世界に通用する演技芝居って何ですかっていうのを聞こうかなと。こうしたら世界に通用するよっていう、そうですね、あの作品も実際ここで見て、それを見ながらみんなで、あの白井くんのお芝居について検証するっていう、検証え、ダメ出しとか始めてる、まあまあ、お酒が進めばそういうことになるかもしれないよ。会です、おめでとう会ですから、っていう感じです。今言ったことを大体ざっくり、全体的に今言ったことを総合的に見てもらったら大体予想はつくと思います。はい、お楽しみに、お楽しみに、よろしくお願いします。はい、というわけで今日はこの辺で、そうですね、お別れでございます、はい、というわけでどうもありがとうございました。ありがとうございました。